Spiral Live Talk Live Show May the 25th, 1995 at HMV Shibuya. Interview with Atsushi Shikano from Rockin' on Japan. Hope you'll enjoy it. 基本的にこういう場っていうのは私は大の苦手ですね。皆さんご承知の通り。黒松さんでも普段でも、あの僕とかとインタビューの時でも自分ね、俺の顔とか見ないで喋るし、俺は人の目見れませんからね、まあに何人いても大して変わんないじゃないかっていう噂がありますよ、ね、まあいつも通りってことでいつも通りってことで、そうですね。で今日はアルバムのアルバムプロモーション日と、はい、あとなんかシングルが今日発売日だそうで、そうなんですよ、そうなんですよ、素晴らしいですね、すごいですね。どうですか感想としてはね。今回のレコーディングはええなんかもうポーボーの雑誌のインタビューでも、ええ、スムーズに、そうなんです、もう頭の中から出てきたことがすんなり音楽になっちゃったっていう、そうなんです、それは言い換えればただ単に俺たち天才だって言ってるだけっていう噂もあるんですけど、そうじゃないまさにその通りだと思うんですが、天才、まあね、すんなり本当に今考えてみるとあっという間に終わったなとレコーディングは思っておりますが、苦労しなかったんですか、ねえ、なんか気がついたら終わってたっていう感じで、デビュー当時とかってさ、はっきり言って2人別に友達でもない、まだ知り合いのレベルからさ、今でも友達ではないですけどね。あ、そう、嫌いだ、嫌いですよ、もう一緒にされたくないっていうか、付き合ってないんだ、近野さん以上に僕こいつと目合わせたことないですか、じゃあ俺と組もうよ、俺とすごいな、それ、俺が唯一こいつのこと好きなのは俺のこと嫌ってくれてるってことだけそれが嬉しいんだ明日にでも解散してください ね、本当にだから言ってるじゃない、いつも解散するっていつも言ってるじゃない一番最初の頃って喧嘩とかしたりはした、いやーねえ、多分ほとんど喧嘩するような相手でもないでしょ、まあそうもうそれほどのもんじゃねえってね、それほどのもんじゃない今日は言わしといてやるわ、いやいや、ぶっちゃけた話さ、レコーディングで揉めたりすること多いんですか、いやそんなないんですね、それはなぜかしら、うん、なぜなのか、うん、なんでなんだろうね、エゴ強いじゃん、はい、エゴ強いじゃん、強いです、エゴ強いじゃん、ゲロ強だよ ね揉めるじゃんそんなもん普通でもまあ、ね、そんな子供のわがまま言う場じゃないから、ね、うわかっこいい、大人ですか大人、その体で大人って言うなみたいな、大人なんでちゅ大人なんでちゅかでもね、なんかね、元ネタを持ってきた人が先に青写真を組み立てるっていうところでどんどん勝手にお互い進めてっちゃうところがあるんでね、うんうん、でその後に言い合いをするっていう感じなんで、まあ建設的ではあるんです、うん、俺は赤って言いたいのにお前をオレンジって言うなみたいな、そういう瞬間っていうのはあんまりないんだ、まあ好きにやったらあってかっていう、諦めてますかいや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 、あうん、そもそもなんかそんな根本的なところでね、全くベクトルが違かったらバンドやってないしね、あ本当、そういうこと、うん、それはじゃあもう会った瞬間に確認できたんだ、なんかね、ある雑誌のインタビューで会った瞬間にデモテープ聞かせて家に泊まったっていう、そういう小吉さんの話が書いてありましたけど、何なんだろうなこの厚顔のやつは、ね、熱かったですよ、燃え盛ってましたね、なんかこの顔でそれやれちゃうと森田健作が入ってるね、本当にそういう感じもしますけど、まあいいじゃないか今回のレコーディングはそういう現場の雰囲気で、今までと一番違うところっていうのはどういう感じがあったの、そうですね、なんかとにかく、まあ、3カタログぐらい一緒に同時進行でレコーディングしてたんでね、シングルとそのフリークス・オブ・ゴー・スペクテイターと、うん、だからなんか何を作ってんだか、今どの作業をやってるんだかっていう区別はまあなしで怒涛のように進んでったから、あ本当、それだけまあ充実してたっつうのもあるんでしょうけれども、うん、なんか本当に転がるように迷路入ってるような、うん、一体僕らの作品はっていう、うん、本当にだから苦労したっつうのはないんじゃないかなと、あそう、うん、一番じゃあ今までで楽しかったっていうことにもなるんですかね、まあそうですね、うん、うん、充実してたし、うん、楽しかったってことでしょうね、ねえ、うん、まあまあ娯楽ですけどね、冷めるなよそこででも音楽なんてでも道楽じゃなきゃやってらんないじゃん、道楽、うん、道楽だからこそこう自分の自己満足だからこう自分に責任を取るというかさ、うん、だから一生懸命やるわけでさ、なるほど、うん、でも言ってたじゃん、
最近自分が全然釣りで魚の目を見てないって言って、そうそう、魚が釣れないから釣りやめたん、ね、釣り人廃業宣言、釣り人廃業宣言、400人の前で廃業宣言だいたい仕事がうまくいってるときは釣れないもん、ね、そうらしい ね、うん、1年半ぐらい前からどおりで釣れねえな、なんか釣れねえなと思ってたんだ、ね、スパイラルがうまくいってたんだみたいな、そうなんだよね、すごいっすよね、なかなか。基本的にさ酒あんまり飲まないじゃん。そうでもないよ。行く？飲むよ。すごい？飲む飲む。じゃあ別に弱いわけじゃないでしょう、キッズは。いや弱くない弱くない。最近ね、お年を召してきたらしくて、うん、潰れるのが早くなってきました。潰れてねえだろう。だから早いですよ。でも飲みますね。基本的に行っちゃうとどういうタイプになる方ですか？あね、ちょっとさっきからなんか酒この通りね、なんかネタが俺の話ばっかりじゃん。うるさい、うるせえだろ。うるせえんだよ。うるせえんだよ。うるさいわ、この人。いい加減にしろ。でも本当しゃべくるんだよ。わけわからん駅伝の話を始める。なんだそれ。誰もついていけなくなる。もう、もう3年も前の話じゃねえか。3年前は出会ってないの、僕ら。いいだろ。今日めっちゃ冷たいわ。今日ターニングポイントにしてこのまま確実に何かが変わるわ。危ない、本当に危ない。あ、本当。いやでも2人とも飲みますね酒は。君飲むと切れるね。切れますか？うん、とりあえず怒るところからまず始まるじゃん。僕怒ったことありましたっけ？バリバリだよ。っていうかね、俺もでも喋る、喋くりますね結構。君普段喋んないのにね、うん、やっぱ酒が必要なんだ。そう、でもちょっとお酒が入るとうまい具合に口は回るって感じ、うん、あ、ほんと、うん、顔は青くなってくんですけどね。え、顔色どんどん悪くなってくる。そう、顔色どんどん悪くなってくる。植物だったのかみたいな、なんかそういう具合にいきますよね。そうなんですよ、今回のさ、ガーデン、あの恵比寿のガーデンでのライブもさ、ええ、一言も喋らなかったじゃん。ええええええ、あれはさ、やっぱり喋ることによって何かが冷めてしまうって感じがあるの？それもなきにしもあらずですね。で、だから喋るよりも音楽をガーンと やる場なわけだから、うん、ね、ライブに来てるってことは、うん、どうも頑張れスパイラルライフですとかって言っても当たり前だよ、おめえらのライブ見に来てんだからっていう。その割には、いや、そうなんだけど、 その割には2日間とも、うん、最後に、うん、スパイラルライフって、そうあれは何だったんだろうな。言うてたやんけ、叫びたくてしょうがないんだって。すごかったよあれ、魂の叫びかと思ってしまいました、ね、もうロリンズバンドになった。おもむろにギター置いちゃってもね。そうそう、パンテラが入ってたよ、ね、そう、すごい状態ですけどね。そうね、まあ気の向くままに。気の向くままに、やっぱ喋りは自分に向いてないと思います？まあ私は向いてないんじゃないでしょうか。ダメですか？笑ってるよ、笑ってるよ。どの口がそれ言ってんだって顔で笑ってるよ。でもなんか2人を目の前にして言いたくも全然ねえ言葉を吐かしていただくと、アルバムは本当にいいですからね。本当にいいもんだと思うんですよ、ね、我々も。このアルバムをもとに俺はなんかどっちかっていうとつれづれなるままにっていうか、バーバー暴れてきてほしいなという、うん、まあ暴れるつもりではいますけどね、うんうん、バーバー暴れて相変わらず口の悪いスパイラルライフというので、ええ、世の中に品種を買いながら、ええ、いつの間にか天下取っちゃったっていうのもいいかなみたいな。いいですね、ええ、うん、口はね悪くないと思うんですよ。全然悪い、うん、全然良くない、うんうん、性格はどうなんかね、この二人はね。まあねえ、僕はもう散々悪いといろんなとこで言われ尽くされてますから、ね、なんかこのジャパンの表紙を見て、ね、顔も怖いっていう、顔も怖いってなんかストリートスライダーズのハリーが入ってるっていうですね。ハリー入ってるよね、ちょっとね。はいハリーいいよ、はいハリー、はいハリーいいよ、やらないよこんなとこ。ジャ君ね、モノマネうまいんですよ。うまいんですよ、ハリーのモノマネうまいんですよ。そうそうそう、やめようよこんなとこで。はいハリー、やらない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 、ね、やらないやらない。という感じで、はい、とりあえずは今日はこの辺で、この辺でお開きと、はい、お開きということで、うん、どうもお疲れ様でした。スパイラルライブでした。どうも、どうもさようなら。あ、花束贈呈ですね、花束贈呈。